GNOME ファンデーションは GNOME プロジェクトを運営している非営利団体でマサチューセッツ州ケンブリッジに本拠地がある。稀に GNOME 財団と表記されることもある。GNOME プロジェクトの推進を目的としており、それによって完全なフリーソフトウェアからなる汎用のコンピューティングプラットフォームの創造を目指している。そのため、 GNOME のリリースのための調整役を担い、どれが GNOME の一部となっているプロジェクトなのかを決定している。GNOME プロジェクトの広報の役目も果たしており、報道関係者や GNOME ソフトウェアに興味を持った各種組織への対応を行っている。また、GNOME ソフトウェアに関する教育資料や文書の作成も行っている。 さらに GNOME に関する国際会議を主催し、他の国際会議にも GNOME 代表として参加し、プロジェクトのための企画策定を助け、GNOME ソフトウェアの開発と利用の推進を行っている。2008年7月現在の代表は、ストーミー・ピーターズである。評議委員会の委員は、GNOME ファンデーションエレクションコミッティにより、毎年選ばれている。 2008年1月からの現在の委員は、ブライアン・キャメロン、ベイダット・エス・ファダー・ソバド、ジョン・パル・ミーリ、ルーカス・ロッチャ、ヴィンセント・ウンツ、ルイス・ビラ、ジェフ・オーである。GNOME プロジェクトへのコントリビュータはすべて、会員資格を有する。会員は、評議委員会に立候補でき、評議委員の選挙に票を投じることができる。諮問委員会は、GNOME プロジェクトび、 表議委員会と密接に対話したい企業や組織から構成される。諮問委員会に参加するには、年間5000ドルから1万ドルの会費を支払うか、非営利団体として招待される必要がある。2008年現在、諮問委員会には、コナニコルリーミテッド、デビアン、IBM、モジラファンデーション、ノキア、ノベル、レッドハット、サンマイクロシステムズが参加している。ありがとうございます。